痛みに効くツボ、試してみるよ。いいちょっと変なとこ触らないで。じっとしてて、エリカちゃん。触らないと痛みは収まらないよ。ちょっと、ごめん、そこ便秘のツボだった。商店街の薬局に行けばいいって。もう閉まってるんじゃ。おばあちゃんに相談したら連絡入れてくれた。